石井忠氏今日8月から1904年7月13日は日本の裁判官、政治家、元佐賀藩市。政家は佐賀藩主鍋島氏に連なる家系である。明治になって政府に出資し、1872年に北畠春夫房、大久保近政らと共に司法検証判事に任官する。その後、長崎地方裁判所長、高知地方裁判所長、 京都地方裁判所長を歴任し、1879年には大審院判事に就任。1888年には広島高訴院検事長に転任し、その後大審院表情官を務めた。1898年には大隈重信の推挙で貴族院議員に直選される。13位、君四等局実症受賞を受ける。ある時、盗賊が逮捕され、 ただちかが取り調べを行った。その時、容疑者がなかなか自白しなかったため、ただちかはその容疑者に拷問をした。その様子をたまたま通りがかった、明治政府の法律顧問ボアソナードが見て、裁判官がこのように容疑者を取り調べている、当時の日本の司法制度の未熟さを嘆いたという、逸話が残っている。また、それをきっかけに、ボアソナードが、 取り調べ中の拷問の禁止を政府に提言し、拷問が法律上禁止されることになった。ありがとうございます。